さあ始まりました。4月23日木曜日、メディアスエリアニュースの時間です。今週1週間は4月に開校したばかりの日本福祉大学東海キャンパスから生中継でお送りしています。さあ今日の中継は外から始めていきましょう。先ほどもご紹介したこちら6階建ての立派な東海キャンパスがあります。本当に綺麗で立派な建物ができましたよね。そして皆さんこちら東側に目をやりますと、開発が進む東海市の名鉄太田川駅周辺を見ることができます。さらにこちら大学の目の前には緑豊かな太田公園が広がっています。学生の皆さんはこの太田公園のベンチでお弁当を食べたりされるんだそうですよ。緑に囲まれた中での大学生活、いいですよね。さあ今日もそんな東海キャンパスから生中継でお届けしていきます。皆さん番組最後までお付き合いください。続いてはここ日本福祉大学東海キャンパスをたっぷりとご紹介していきます。こちらには日本福祉大学のアイムさんとキマトさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはアイムさん、この大学の大きな特徴を教えていただけますか。はい、東海キャンパスは地域に開かれたキャンパスとして、図書館や食堂を地域の方々に開放するとともに、地域の方々や行政の方と連携して地域に貢献していくようなキャンパスとなっています。うん、4月に開校してもう1ヶ月ほど経ちますけれども、はい、皆さんどうですか、利用されてますか。そうですね、地域の方々が毎日こちらのエントランスホールを通る姿が見られますので、地域の方々にも毎日利用していただいているんだなというのが分かります。はい、そんな地域に開かれた東海キャンパスなんですが、すいません、こちらご覧ください。地上6階地下1階建てで、延べ床面積はおよそ2万平方メートルです。高さは 30.2 メートルあります。ここ私たちがいる場所が1階のエントランスホールですよね。そして1階から4階までは各種教室や実習室、5階と6階は研究室と会議室、体育館があります。それではちょっとお二人と一緒にこの東海キャンパスの中を見てみたいと思います。はい、こちらは今私たちがいる1階のエントランスホールですよね。はい、エントランスホールです。エントランスホールはどんな特徴がありますか。はい、エントランスホールは東側が全面ガラス張りになっているので、また目の前に公園があるので、とても落ち着く空間になっています。はい、いいですね、明るい日差しが差し込んで。そして、はい、こちらは2階の図書館。はい、はい、こちらは図書館ですね。図書館は18歳以上の方であれば、最初に利用登録させていただければどなたでもご利用いただけるような図書館になっています。いいですね、近くにこういう場所があると本当皆さん使いやすくていいですね。はい、そしてこの図書館も皆さん利用できますが、さらにこちらはカラフルな椅子が並んでいますが、木本さんこちらは。これはオールという部屋です。可動式の机とか椅子があって、講義を聞くだけじゃなくて意見交換だとかグループワークができる作りになっています。はい、いいですね、学生の皆さんが自由に使える場所があるっていうのはいいですよね。そうですね、ゼミなどで使用していますね。はい、そして5階6階には体育館があるんですね。はい、今年は授業でバドミントンだとか卓球で使用していて、サークルでは主にバスケットボールで使用していますね。5階6階にあるということで、津波の避難所としても活用されるんですよね。そうですね、防災倉庫とつながっていますね。はい、そんな東海キャンパス内を一緒にご覧いただきました。そしてこちら地下1階には駐車場があるんですか。はい、それと東海地方の大学発として免震構造を取り入れていて、大規模な震災への備えも万全ですね。先ほどの体育館と合わせて地域 の, 基本、すいません、避難場所として機能できる作りになってます。はい、本当に災害にも強い建物になっているんですね。とっても魅力的なこの東海キャンパスなんですが、もう開校したばかりということで、教職員の皆さんも大変なところとかあるんじゃないですか。
そうですね、初めてのことが多いので、まあ、一から何かも何でもかんでも作り上げていくことはいろいろと大変なこともあるんですけど、とてもやりがいはあります。そしてスタートして1ヶ月ほど経ちますが、学生の皆さんの様子はいかがですか？はい、1ヶ月もうそろそろ経つので、学生もそろそろこのキャンパスに慣れ始めてきていて、うん、新しいサークルを設立したりだとか、そういった活動も見られてきていて、学生も東海キャンパスのキャンパスライフを満喫するっていう姿も見られてます。はい、いいですね。サークルはどんなサークルが立ち上がったんですか？そうですね、バスケットボールサークルだったりだとか、スポーツ系のサークルが多いんですけれども、中には国際協力をしようっていうサークルもあったりだとか、いろいろとこれからも増えていくんじゃないかなと思います。いいですね、学生の力が楽しみですね、今後も。はい、木本さんいかがですか？はい、やはり新しくて、こうやって空間、開放的な空間のあるキャンパスですので、こうやってのびのびと過ごす様子だとか、あと先ほどのホールだとか、新しい施設で楽しく学び合う姿が見れて嬉しく思いますね。はい、本当にお二人とも今後もスタートしたばかり大変だと思いますが、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、明日はですね、日本福祉大学東海キャンパスの地域との交流についてご紹介していきたいと思います。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。